指揮官、ここにいたのか。僕がどうしてここにいるのかって。ああ、屋上から降りてくるのが一直線で一番早いと思ったんだ。だから天井をぶち抜いて降りることにした。強盗どもも全員片付けたから、あとは安心して僕に任せるといい。指揮官、気をつけろ。ボロボロなところもあるから、足を踏み外して落ちるんじゃないぞ。まだ金を回収して銀行へと戻さねばならないからな。ようやくこの強盗事件も解決したな。酒場への弁償はこいつらにやらせるとして。指揮官、賞金をもらう準備はできてるか。力だけでは強盗は捕まえられない。どう突入してどう連中を確保するのかの大まかな計画も必要だ。現場での臨機応変を現場で考えてこその臨機応変だな。五体操に刀を振り回しておきながら銃弾一発で倒されるのがおかしく見える？この距離だとどう見ても僕の方が有利だろう。時代は進んだんだ。遅れてもやってくるのが正義だが、僕は遅れるのが好きじゃない。そうだな、遅れに遅れた正義にもこいつを一発食らわせてやる。リボルバーに興味があるのか？うん、僕の長年の相棒だ。いつまで揉むつもりだ。まだ外だぞ。ハットをかぶってるからわしゃわしゃするな。全部やっつけたか。よくやった指揮官。打ち上げに一杯やろう。撃ってきてるこれらは。あ、指揮官、ここだ。お前宛ての手紙を見つけたぞ。一仕事終えてきたのか。ほら、ビーフジャーキーだ。タンパク質を補充できるだけでなく体力もすぐ回復するぞ。一口どうだ。その腕で強盗なんてするんじゃない。